この今までの建築物にこのない迫力っていうんですかねその面白さっていうのがやはりあの一番気に入っているところですね。 今の最終的な岩の案に至るまでに、まあ、大きく2回ほど変革点っていうんですかねがあったんですが当初はその別デザインのミュージアムっていうのの提案に外壁が木を使った外壁ですとか壁面を緑化したものですとかいろんなパターンのものが熊井事務所さんの方から提案がありました。 でそれをですねあのアドバイザリーボード会議を何回か重ねる中で、えー、みんなの意見がこの岩の案がいいんじゃないかと、えー、いうことになったということで、えー、外壁をあの総縛りの岩のののの岩案ででいいいくっっっててううがが決まったっていうのがあの変革点一つ目ですねところがあの検討を進めている中で、えー、鉄骨像だとあの大地震時の変形が大きくてなかなかうまく解決できないと。 いう中で外壁をですね、まあやむを得ず鉄骨鉄筋コンクリート像で固めてしまうという案に大きく方向を転換しました。外壁の岩のデザインもそのフロアラインごとに切る必要がないんじゃないかということになりまして、えっと今のように外から見るとどこが何階だか分かんないような大胆なあの三角形の割り付けでデザインがされていると。 でそれにこうドーンと変わったっていうのが変革点の2回目なんですねこのデザインを見た時にやはり肯定的に非常に厳しいというのは直感で分かりましたのでだけどここでこれを逃げてしまっては技術者として恥ずかしいなとなんとかこれやっぱりかっこよかったんですね。なんとかこれれを与えられた期内に 完成させてることができないだろうかということでそこで私としては大きな決断ですね、まあ、鹿島建設として全社を挙げて何とかこれを作り上げてやろうじゃないかというのが2回目の変革展でした今まで作った中で確かに一番難しい建物だったなというふうには感じています今回もあの、えっと、現場の所長スローガンということで掲げさせていただきましたけれども「楽しく」 なんですね、工事が大変だとだん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 こう殺伐としてきちゃうんですけどそうするとやっぱりいい建物ってできませんので、えー、やっぱりその難しい建物を作る喜びっていうんですかねそれをあの楽しさに、えー、苦しさを楽しさに変えていかに楽しんでえ現場を作っていくかっていうのをあの心がけてやってました。 できた建物の外観が模型とかパースのほぼほぼイメージ通りにできてたっていうのに感激しましたねこのせっかく作った楽しい武蔵野ミュージアムがですね一日でも早く訪れる人々でこのあふれる様をですね見てみたいなというのが今のね願いです。 えと催し物ももちろんそうなんですけども、えー、建築物ですねこれがあの外観だけじゃなくて内装の方もいろいろかなりあの今までにないあのデザインに挑戦しておりますので、えー、催し物以外に建物そのものも楽しんでいただけたらなと思っておりますよろししくお願いします。